お疲れ様です『ベストキットパート3見ることができましたえー、ここ数日ですねベストキットの1,2,3と続けてみたわけなんですけどもまあ第1部がですねダニエル少年があ空手の達人宮城さんという方の指導を受けてで空手のチャンピオンになるその話ですよね、まあ、スカッとして気持ちいいよしダニエルくんどんどん強くなっていってかっこいいぞみたいなね、まあ、そんなストーリーでございましたそして敵役となっているライバルの ななんていうのかな名前忘れましたけどもねえー、まあ小倉会のエースですよねその彼も最後には結構いいやつになるみたいな感じでその辺もちゃんと回収されてきたかなっていうところでございますで小倉会の本当のねボスっていうのがあんまり描かれてなかったんですよねでその辺が今回のパート3で、まあ紐解かれることになるわけですけどもねでパート2っていうのは宮城さんの方にシフトをしてですね宮城さんの人生ダニエル君の師匠がどういうふうな 空手道を挑んできたのかかっててことが描かれています舞台あ沖縄のロケに行ったようには見えないんでちょっとね沖縄の環境を誤解してる人がこの映画を作ったんじゃないかなっていうところも感じれてそれもなかなか面白かったところですけどもね、まあ、主には宮城さんを軸にしてダニエル君と宮城さんの強い友情をね描くパート2になってましたちょうどこの頃「バック・トゥ・ザ・フューチャー」っていうのがあってそれとよく似てるオマージュしれて,てる部分もあるのかなと思うんですよつまり ドク・ブラウンが宮城さんででダニエル君があ,あれですよね忘れましたけど <laughs> マイケル・ジェフォックスですよね <laughs> でまあまあ,あの年の離れた話の分かる友人でで達人で後継者みたいな感じですかねでパート3なんですけどもパート3はですねこの2人の間に一時期友情にひびが入るんですよねまあ誤解とこだわりからそして敵側の戦略この敵側の戦略の敵っていうのがまさにパート1で えー、審査を舐めたコブラ会なんですよね。で、コブラ会の黒幕が出てくるわけなんですよ。で、コブラ会との決着をしっかりつけて、ラストシーンってことになるんですけども、まあ、ストーリーとしては結構鎮譜でですね、2点3点するようなところがなかったですね。うん、だからまあ、想像できる展開で、まあ、あそうですね、水戸黄門っていう感じですかね。意外なやつが出てくるとかね。 意外なことが起きるみたいなことは全くなかったんで、だいたい冒頭の10分15分見た段階でラストシーンまで想像できるかなっていう。で、逆にその想像を裏切らない展開っていうのが安心して見ていけるところだったかなと思います。で、以上で、空手キットは終了なわけなんですよ。これでね、なんかあっさり終わっちゃったみたいな感じなんで、何回も何回も見直そうかなって気持ちにはなんないかもしれませんけども、まあ一回見ておった方がいいかなと思います。で、えー、最終的にはね、心の中の最強の空手を取り戻すみたいな、 ラストになななっってなかかなかそこは面白かったかなと思いますねただちょっと小ラ会がやっぱりね知りきれみたいな感じで終わったんで小ラ会がどういうふうに今後なっていくのかなってところが後日談も何もなくってパシンと終わっちゃったんでねうん何から昔の映画の作りだなと思いましたね最近はあそのスタッフロールが終わった後にその後みたいな感じでね5分なり10分なりラストエピソードがあってで伏線の回収っていうのが まあいつものパターンかなと。要するにスタッフロールを全部見せたいみたいなねところが入ってるんじゃないかなと。それから主題歌もスタッフロールともに流れますんで、主題歌を聞かしたいってところが、まあ最近のハリウッド映画にはね、反映されてるんじゃないかなと思います。さあそしてですね、この作品が終わってきっちりとベストキット終わったのかなと思ったら、しばらくすると、宮城先生が出てくるんですよね。で、ダニエル君はすでに出てこないんですけども、女の子に対してのベストキットが始まると。これはもうこれから見ようかなと思いますけどもね。まあでも、 前回の動画でもお話ししましたように、男は辛いよシリーズみたいに、あのダニエルくんのね、パート1の時の彼女と、パート2の時の彼女違うんですよ。で、パート3の時は、はっきりとした彼女じゃなかったんですけども、まあ,あの、ちょっと仲いいね、女の子がいるみたいな感じで、その女の子と2人で、えー、歩んでいく青春っていうのも描かれていたかなと。ただこのね、ガールフレンドとたら女の子ね、ちょっと含みを匂わした形で消えていくんですよ。 これは一体何だったのかなと、別にストーリーリ上いいらなななかかったんじゃないかなという気もします。例えばね女の子は最後に引っ越してシアトルかどっかに引っ越していくんだってことでラストを迎えるんですよダニエル君バイバイみたいな感じでで引っ越した先のなんか彼氏がいるみたいな話をしたんですよでその彼氏がコブラ会のボスみたいな感じだったらありがちかなと思うんですけどそういうのもなくって一体あの女の子は一体何のために出てきたんだろうかみたいなね、まあ、そんな疑問を残しましたねで今度ね こちらの方を見るんですけども、もしかしたらその女の子がこれなのかなって気もするんですけども、ちょっと似てないんで違うと思いますね。まあ、パート4これから見ようかと思います。はい。えー、心の旅路。昔見たベストキッドという映画、熱狂したんですけども、内容忘れました。今回、すっかりと見ることができて、すっきりしました。えー、それではね、ベストキッド1,2,3見ましたんで、今度はベストキッドの4と、それから何回も見たジャッキーチェーン版のベストキッド、こちらの方もまたレビューしていこうと思います。それでは。